はい、ユデクスです。さあ今回はね、月刊アロエというね企画をやっていきます。はい、前回ですね、初月号ということで、このアロエ、月刊アロエというね企画をスタートしていったんですけども、この企画ですね、今目の前にあるこのアロエ7品種を同じ環境下で栽培をしていって、毎月毎月ね、更新の、お知らせをしていって、どんな変化があったのかとか、そういったところをね、皆さんに見ていただいて、でね、その中で皆さんの育てているアロエに、3倍のね、何か参考になればいいなと思って、この月刊アロエというね企画を進行しております。で、今回はこのね、2回目ということなんですけども、ね、この2回目見ていただく方、あれ?と思った方いると思うんですけど、実はですね、第1回目2週間前にね、もう投稿しています。で、なぜか2週間後にもうね、あれ?もう2回目っていうことなんですけど、この月刊アロエ、毎月ね、第1週目の金曜日、そして、1週目にね、もし間に合わなければその週の土日の時にね、必ず投稿しますってことをお知らせしたんですけど、なぜかもう2週目になって、なぜかもうね、こんなに早い2回目が行われたのは、実はね、ちょっと撮影時期の影響なんですけど、第1回目はね、必ずね、5月1日にもう撮影をしていたんですけど、このね、6月に入って、2回目ということなので、実はこの投稿とね、この、ね、撮影時期によってちょっとね、間隔がね、早すぎるって感覚を持ったかもしれないですけど、ちゃんと毎月の更新になってます。で、これからですね、3回目からは必ずね、この1ヶ月置いての投稿になります。はい。じゃあまずですね、今回この2回目の投稿ということで、1ヶ月経ちました。5月から6月の間なので、まあですね、このゴールデンウィーク過ぎたあたりっていうと、やはりね、気温がもうね、25度以上になってきました。で、下も15度以上にキープになってきたという、この気温のタイミングになってきています。で、やはりね、5月ですので、太陽光もね、だんだん紫外線も強くなってきています。やはりね、この5月、7月っていうのはね、紫外線のピークと言われてますので、やはりね、こういった遮光とか、そういったところもね、気にしながら栽培をしているかと思うんですけど、今回ね、このアロエの栽培ということなので、このね、同じ環境下でどう育てたのかっていうのはね、前回の動画も見ていただいている方はわかるかと思いますが、まずですね、置き場所に関しては、まずですね、この棚のね、一番上段の3段目の一番上に置いております。で、遮光率は 70% です。そしてお水やりに関しては5日から7日置いてあります。はい、まあ、そういった環境下の中で同じね、この7品種のアロエを育てて1ヶ月また経ったので、どういった変化があったのかっていうのを皆さんに見ていただきます。はい、それではスタートです。はい、じゃあまずですね、品種目ラモモシュマからですね、前回ね、第1回目見ていただいた方はわかるかと思うんですけど、今ね、こういった感じで、前回、ちょっとね、葉先も黄色かったりしたんですけど、ね、遮光率 70% の置いてあるところにね、あるので、だんだんね、その葉焼けも減ってきて、しっかりね、この緑色のクロロフィルが強くなってきた印象です。はい。でね、この幹のところとかもね、すごくキンキンでね、葉焼け状態だったんですけど、こういったところもね、だんだんね、ちゃんと本来の色に戻ってきました。はい。で、しっかりね、やはり成長期ということもあって、肉厚もね、すごくしっかりしてあります。はい。で、今回ね、この1ヶ月の間で結構実はね、我が家の地方、愛知県なんですけど、雨が多かったです。なので、お水やりというよりかは、もうほぼね、雨ざらしっていうんですかね。雨で水分をね、しっかり成長してくれたという感じになっております。ただね、期間的には5日から7日っていうのは変わらないのかなって思っています。はい。うん、こういった感じですね。今なので全体的にね、前回のこういったちょっと黄色くなっていた葉先の部分とか、そういったところもね、だんだん色が戻ってきていると思います。はい。なのでね、前回の動画を見ていただけるとね、より変化がわかると思うのでね、ぜひ参考にしてみてください。で、こういったね、幹立ちタイプも、やはりこういった幹の部分も含めて、やはりね、遮光してあげることによって、やはりね、このしっかりクロロフィルが強くなったりとか、こういうね、幹の部分のところのね、焼けてる部分も少しずつ色が戻ってきてるのが分かりました。はい。なので、やはりね、遮光 70% っていうのはね、ある意味一つ目安なのかなと思っております。はい。そしてこちらがですね、アロエのね、ハイブリッド品種になりますね。こちらが、やはりね、ちょっとね、ピンクがかってるので、やはりちょっとまだね、遮光 70% なんですけど、やはりちょっとまだね、
遮光率をまだ上げた方がいいのかなという印象です。やはりちょっとこういったハイブリッド系、まあね、ちょっと何かかかってるかっていうのは不明なんですけど、今回ねこのアロエの品種がね、この葉先の部分とかこういったところまだピンクがかかっているので、ちょっとまだ葉焼け気味という、ちょっとね植物に対してはちょっとね、太陽のダメージが大きいっていう印象なので、ちょっとね、同じ置き場なんですけど、ちょっともう少しね、太陽がね、遮光率がもうちょっとできるようなところに変えてあげたいなという印象を持っています。はい、ただですね、前回のね動画を見ていただけると分かると思うんですけど、若干ねこの葉先っていうのが高くなっています。こうやって、ね、見ていただけると分かると思うんですけど、ね葉は焼けてるんですけど、葉先がね、どんどんね高くなってるんですよね。まあ、これがちょっとね、太陽光を求めているものなのか、ね、ちょっと若干紫外線は強いのか、どういったものなのか、またねちょっとこれからまたこの1ヶ月でじっくりと観察をしていきたいんですけど、ちょっと葉先がねこうもともと寝転んでたのがちょっとずつこう高くなっていったっていう感じなので、ここがね、太陽を求めているのか、紫外線をねちょっと、強めているところを弱めたいのかね、やはりこうやって平らだと、太陽光を受ける面積が広がるので、その分ねこう葉先が高くなればなるほど面積が減っていくので、まあ、やはりちょっと太陽光の、調整が必要なのかなというイメージを持っています。はい、そしてこちらがねマクロシフォンですね。まあ、大きな変化っていうのはね、特に感じられませんでした。ただやはりクロロフィールがね少しずつ強くはなっていると思います。ただこのね葉先のちょっとまだ、焼けてるところはちょっとねまだ太陽光が強いのか、もう少しね、遮光率を上げてもいいのかなと思っています。まあ、今回ねこの遮光率 70% っていうのは、ね、遮光ネットの黒いね遮光ネットで引いています。なのでちょっとね、その遮光ネットの隙間からでは少しね太陽を受けるので、やはりねちょっといろいろな遮光といいましてもいろいろな方法があるので、今回ねこのちょっと大きな変化はないんですけど、大きな変化というと一つ気になるのが、これはね、触ってる僕にしか感じられないんですけど、ちょっとね肉厚で、前回はねすごくプニプニした弾力があったんですけど、この弾力がねちょっと実は減ってます。ちょっと触った時にグッと押し込める感じです。なのでもう少しねお水をこの子は増やしてもあげてもいいのかなという印象を持っています。はい、なのでね、同じタイミングでやはりね5日から7日でお水を与えているので、もう少しこの子に関してはお水がね常にあっても貯蓄するものがねまだ足りてないのかなという印象を受けています。なのでこれからまた1ヶ月ね育てていく中で、少しこの子はねお水の量を調整してあげてもいいのかなとは思ってるんですけど、まあね同じ環境かっていうことなので、ちょっとねこれからどういうふうにこの企画を進めていくかっていうのも含めて、僕もねこれからちょっとこの子の様子を見ていきたいと思っています。はい、そしてこちらがね、アロエのブルーミーです。はい、このねブルーミーもだんだんね前回の動画を見ていただけるとねすごくわかりやすいんですけど、ちょっとねやはり葉先のこの部分がだんだんね葉っぱも全体的に締まって、ね、この太陽光を受ける面積っていうのが少し調整をしているのかなというイメージを持ちました。はい、やはりね、植物も、太陽光ね光合成を行うわけなんですが、このねためにね、やはりこのクロロフィル太陽光を受けるときに、やはりね自分でこう面積を葉先がね、真っ平らに平らにするのか、こう葉先をね、締まった感じで受けるのかによって面積を受けるね量っていうのを自分で調整しているのかなというイメージです。ただこの子に関しては大きな葉焼けはないですね。同じように綺麗なクロロフィルをしていて、はい、どこを取ってもね、特に大きなダメージはないので、やはりねここはね、ハイブリッドとは違ってちょっとね、こういったクロロフィルの強いところはしっかりとねこの、同じ環境下でも、育っているのかなというイメージです。はい、そしてこちらがアロエのプロテンシスです。このねプロテンシスも、前回同様ですね、大きな変化は、特にねまだ見られてはないんですけど、まあねちょっと、画面上でねちょっと伝わりづらいんですけど、このクロロフィルの色がね少しね鮮やかになりました。まあ、鮮やかになったっていうのは、表現的に、まあ、緑色のね強さが少しね、まあ、和らいだと言いますか弱いイメージです。まあ、なんで濃い緑からちょっと薄い緑になったというイメージなんですけど、まあ、ここもね、
やはりアロエ置き場所によって色の変化が起こるっていうことなので、やはりねアロエっていうのはこういったね置き場所とか遮光率をどんだけにするかによってこれだけね色の変化が1ヶ月で見られるっていうことがわかります。はい。ただね前回同様ねこのね大きさに関しては大きくね見てわからないと思うんですけど、ね、確実に成長しています。はい。動画上だと、ね、なかなか伝わりづらいんですけど、結構ね、このね、刃先の部分のね成長点のところを見ていただくと、ね、だんだんだんとねこの新しい葉っぱがね、どん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 と成長しているのが見えます。はい。まあこういった感じでねやはりアロエもね、だん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 ねもう安定期に入ってきてぐんと成長している時期になったのかなという印象を受けています。はい。そしてこちらがねアロエのねクリスマスキャロルという品種です。まあ、とてもね人気の高い、アロエハイブリッドですが、まあ、前回と大きく違うっていうとまずね、このアロエがね、葉先がやはりこちらもちょっと締まってきてますっていうのはちょっとずつ上に上がってきてるっていうイメージですね。前回のね動画見ていただけると分かるんですけど少しねちょっとまだ平らでした。でもこの辺のね1枚2枚この辺り上の成長点に近い辺りは少しね葉がね立ってきました。締まってきました。まあ、ここがね、どういったイメージなのかどういったね変化をしているのかというとこのね、この成長点のクロロフィルのところとかはだんだんねクロロフィルが強くなってきています。はい。この緑のところですね。で、葉先に移るにつれてちょっと濃くなってきているのでちょっとね、やっぱりハイブリッドっていうのは先ほどのね、ハイブリッドと同じようにやはりもっともっとね、遮光率を上げてもいいのかなっていうのと、もうもっと極論言えば室内とかの環境でもいいのかなと思っています。ちょっとねこれを見た感じだとちょっとね置き場所がねちょっと過酷なのかなというイメージを持っているので、まあ、こういったハイブリッドに関してはもう少しね遮光と言いますか、まあねそのもっと暗くしても、ね柔らかい、ね、太陽光で当てた方が、ね、いいのかなという印象を持っています。ただこの成長点が今ね綺麗なクロロフィルをしているのでこれからまた1ヶ月どんな変化をしていくのか見ていきたいと思っています。はい。そして続いてがね最後こちらですね。アロエのねフォルテクスですが、こちらがね、大きく変化したのはね前回で動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、ここのね内側の葉っぱのところ、このあたりも特にそうですが、すごくね、まだ紫色をしていました。ちょっとね、紫外線が強くてクロロフィルのね色が減ってたんですけど、だん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 ねこのクロロフィルが強くなってきてくれています。なので少しずつね、太陽光を受ける面積も広がってきて、光合成をね、するためのねこの組織っていうのもだん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 ね強くなってきてるイメージです。はい。なのでこのね、まず色の変化が大きくこの1ヶ月でありました。はい。で、横からね見てみるとよくわかるんですが、ね、だん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 ね、旋回をしています。はい。で、大きくこういう成長点のところもね、前回の動画をね見ていただけるとわかると思うんですけど、明らかにねもうほぼもう1センチぐらいはここの部分大きくなっています。はい。なのでこの1ヶ月でだいぶ成長点も葉っぱもね新しい葉っぱも大きくなってきてるイメージです。はい。で、こういう葉先の部分ですね、ちょっと丸まってるのがわかりますかね。はい。で、これに関しては、この子に関しては結構ね、ずっとね、栽培当初から結構お水やりはね、結構多めにあげています。はい。成長点にかけて、このね、見ていただければわかると思うんですけど、葉先がこの丸いのは、もう少しね、お水をあげる、ね、品数とか、まあ量も含めて、もう少し多くてもいいのかなという印象を持っています。はい。こういったところもそうですね、ちょっと丸まってたりとかするので、まあ、ここがね、お水やりの量で調整をするのか、お水をもう少し増やしてあげるのか、それとももう少しね、遮光してあげた方がいいのかみたいなね、ところのイメージなんですけど、まあ、やはりね、こういった変化っていうのはね見られました。なので今回ねこの子に関してはまず大きくはこの色の変化ですね、クロロフィルが強くなっていったっていうことと、成長期にあたってこのね成長点の新しい葉っぱは綺麗に大きくなってきています。で、外側もねこういった感じで綺麗なクロロフィルをしています。でね、なかなか動画上じゃ伝わりづらいと思うんですけど、この葉の部分が赤色の部分がねとてもね、強くなってきました。はい。やはりね、こう成長期とかに立つとこういった葉の色の変化もあります。なので葉っぱ以外にもこういったね、
葉のところのね、色の変化っていうのも見ながら、ね、お水やりとか置き場所のね、調整をしてあげてもいいのかなと思っています。はい、はい、ということでね、今回もこのアロエ月間第2回目でね、まあ、6月号ということなんですけど、まあね、皆さんにね、何品種、1品種ずつ見ていただきました。まあね、このね、アロエ月間に関しては、毎月更新なので、前回の動画とか2ヶ月前の動画とか、まあ、そういう風にね、比較してみていただけると非常にね、成長過程とかも見れると思いますし、皆さんの目で、あ、こういった変化があったんだっていうね、僕で気づかなかった変化とかもコメントしていただけるとすごく嬉しいです。はい、で結構ね、最近いろんな動画で、コメントとか、また DM に関してもそうなんですけど、ちょっとね、こうダメージが大きいとか植物がすごくかわいそうみたいなコメントもね、実はいただいてるんです。はい、でそれは、僕自身もね、植物を育てて植物の愛は僕もね、もちろん強いので、まあ、ただね、こういった企画に関してはやはりね、アロエをやっぱりしっかり逆にちゃんと育てたいからこそ、こういった企画動画とかこういった成長過程とかっていうのを、お見せすることによっていろいろとね、皆さんの栽培のスキルとか、なんか最高にしていただけると嬉しいと思ってこの企画を進めています。でただやはりあまりにも、アロエのダメージとかその株自体に何か変化があった場合はちょっとね、置き場所の、をもっと変えたりもすると思います。なのでその時は必ずお知らせをします。なので少しね、貝殻虫にやられてしまったとか、やはりちょっともうちょっと遮光率を、ね、高めるとか遮光ネットだけではなくてもう少し遮光ネットの2枚にするとか、まあ、そういった変化とかあればまた必ずそういう時は、ね、お知らせをします。まあ、こういった感じでね、これからもこのアロエ月間の企画は毎月ね、第1週目の金曜日もしくは土日に必ず更新をしていくので、その中でね、皆さんの中でこのアロエを栽培しているとか、また同じ多肉植物で何かね、変化があった時に参考になると嬉しいと思っています。はい、まあ、なのでね、今回のこのね、アロエ月間に関しては、僕の感想としてはですね、やはりこの5月、6月っていうのはこれからね、真夏になってもっと暑い気温が35度以上になってくるときに、どん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 とね、成長も安定期に入ってきたりとか、休眠をするね、植物もあるとは思うんですけど、やはりね、こういった成長過程で今大きく、このね、振り幅が大きくなっている段階なので、いろいろなね、変化っていうのが大きく見られる時期だと思っています。はい、なので今回もね、こうアロエのクロロフィルがね、強くなってきたりとか、葉っぱが締まってきたっていうのが、これからどんな変化が起こるのかとか、どういったね、サインをしてくれてるのかっていうのを含めて、また1ヶ月ね、僕自身も観察をしながら、お知らせできたらなと思っています。はい、またね、今回もこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、また次回のアロエ月間でお会いしましょう。